高セイロガンの曲とヤラカス、30年以上前から試験結果を改ざんし発売していた。県によると、同社は国の規格で必要な成分が足りていないのに虚偽の試験結果を作成して商品を出荷。2022年夏に実施された県の抜き打ち調査で不備が見つかる。試験結果の改ざんは少なくとも30年以上前から行われていたという。同社は法令遵守の意識が欠けていた関係者の皆様に対し心からお詫び申し上げるとのコメントを発表した。わあ、子供の頃から飲んでたのにどうしてくれんのこれ。製薬系やらかし続いとるな。ただの臭い玉やん。セイロガンなんてまだ飲んでるやつおるんか。腹痛に死ぬほど効くぞ。臭くて黒い丸薬ならバレへんやろの精神。苦い薬は療薬プラシーボやったんかな。セイロガン以外まともな製品ないと思ってたけど、セイロガンすらまともじゃなかったか。セイロガンってそんな種類あるんか。ラッパのマークの商品名だと思ってた。ラッパのマークしか知りませんでした。よくわからんけど効くから問題ない。裁判でマーク違えば OK の判決出て偽物一杯出てるよな。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。